秋田山形水戸栃木群馬大宮千葉東京 V 町田相模原甲府松本新潟金沢岩田京都岡山山口愛媛北九州長崎琉球2021年の J2 リーグ所属クラブの所在地この項目では2021年シーズンの J2 リーグについて述べる J2 リーグとして23年目のシーズン明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして 2021明治安田生命 J2 リーグの名称で行う。前年からクラブ数そのものは変動がないものの新型コロナウイルス感染症による影響から J1J2 及び J2J3 の降格を行わなかった関係で、この年は J1J2 件も J2J3 件も昇格2、降格4という入れ替え数となった。昇格にクラブの決定方法については最後まで、 検討が行われたが、最終的に自動昇格2クラブのみとし、J1 参入プレーオフは実施しないこととなった。2020年12月25日に大会方式及び試合方式が発表された。2月27日開幕、12月5日閉幕の全員42節、合計462試合で行われる。 東京オリンピック期間を挟む7月17日18日開催の第23節から8月9日開催の第24節までの約3週間は試合が行われない。2021年シーズンの J2 のクラブ数は前年同様の22。J1 からの広角クラブはなく、2020年の J3、リーグ優勝のブラウブリッツ秋田と2位の SC、相模原は共に、 初の J に参戦。突起なき場合、監督代行は、トップチームのヘッドコーチが務めている。1節から21節22節から42節、最終更新、2021年10月31日出展。J リーグデータサイト最終更新は2021年10月31日の、試合終了時出展。J リーグデータサイト最終更新、2021年10月24日。 出展、J リーグデータサイト中期、全シーズンは J3、緊急事態宣言等に伴う無観客試合あり、ありがとうございます。